バーラーティーのメディテーションへようこそ。それではゆっくりと鼻から息を吸って、鼻からゆっくり吐いて、この瞑想は座って行っても寝転んで行ってもどちらでも構いません。日頃私たちは自分の体としっかりとつながる時間を持つことができていません。忙しい毎日の中で体とつながることを忘れる。そういった場合、体からのメッセージを聞き逃してしまう場合があります。今この時間を使ってゆっくり自分の体とつながっていきましょう。体勢を整え、落ち着いたら、一番呼吸が入りやすいところを探していきます。鼻から吸って吐いて、呼吸に意識を移していきます。徐々にその呼吸を深い呼吸へと切り替えていきましょう。深呼吸のような大きな呼吸を続けていきます。呼吸が落ち着いたら、その呼吸がどんな風に自分の体に入ってくるのか、呼吸が入ってくるとき、体がどんな風に感じるのか、呼吸が出ていくとき、どんな風に呼吸は体から出ていくのか、そして体はどんな風に感じているのか、それでは自分の頭の上に美しく輝く黄金の光があるのを想像していきます。その光は私たちの創造主の愛から生まれた美しい光です。その光は私たちに癒しをもたらします。その光に触れることで私たちの体はゆっくりと緩み、暖かくなっていきます。その光は徐々に大きくなり、今私たちの頭、おでこ、頭頂部、そのあたりを暖かく包んでいます。その黄金色の光、その黄金色の光に触れることで頭のおでこ、頭頂部、そのあたりが暖かくなっていくのを感じ取ってください。私たちの脳は常に忙しく働いています。この脳が働き続けていること、そして忙しすぎてパンクしてしまうこともあります。この脳の感覚、それが私たちの思考がマイナス思考になっていってしまっている時です。
思考をポジティブに保つために脳の中にしっかりとスペースを作ってあげましょう。今しっかりと脳を休ませてあげ、そして脳の中に必要なスペースを作ってあげます。日頃忙しく働いてくれる脳に感謝をしていきましょう。脳に感謝をしていくことで、脳はゆったりと今休むことができています。光はどんどん大きくなり、今あなたの目を覆っていきます。私たちは日頃目を通していろんな刺激を受けています。いろんなものを目を通して見ています。目を通して感じること、そこから受け取る情報、目は私たちのためにたくさん働いてくれています。その目に感謝をし、今目をゆっくりと休めてあげてください。目の周りが温かくなるのを感じ取っていきます。そのまま光はどんどん大きくなり、今あなたの鼻を包んでいきます。私たちの体の中に欠かすことできない、欠かすことのできない嗅覚、この嗅覚は私たちにいろんなことを教えてくれます。食べ物の匂い、何か危険なものが迫っている時も必ずこの嗅覚で教えてくれます。またこの鼻は私たちが呼吸を吸い込む、吐き出す場所でもあります。呼吸を吸い込むとき、空気中にある有害なものを取り除き、私たちに必要なきれいな空気だけを私たちに届けてくれています。鼻に感謝をし、温かく包んであげてください。黄金色の光はさらに大きくなり、私たちの口を包んでいきます。私たちの口、そこは食べ物や飲み物を摂取する場所でもあります。ここから食べ物や飲み物を摂取することで、私たちは必要な栄養素を体に取り込んでいます。そして私たちが口から何か話すとき、その時私たちは常に波動を発しています。私たちが口から発した波動、この波動は波となり、私たちの周りの人々に影響を与えます。そしてその波は寄せて返し、いつか自分のもとへと帰ってきます。口から発する波動、言葉の波動、その波動に気をつけていきましょう。今私たちの頭全体が黄金色の光で覆われています。後頭部、脳、そして耳、このどれもが
私たちには欠かせないものです。耳があることで私たちには聴覚という感覚が備わっています。物を聞くということ、それは私たちの人生に大きな影響を与えています。あなたが耳から聞くもの、それが直接脳を振動させ脳に影響を与えています。あなたが口から発した言葉、それも直接あなたの脳に影響を及ぼしています。頭全体が温まり、脳がリラックスし、顔のパーツパーツ、そのすべてが緩んでいくのを感じ取っていってください。黄金色の光はさらに大きくなり、あなたの首を包んでいきます。私たちの首は音のバイブレーションを作るところ、そして空気が入って出てしていく器官を守る場所でもあります。喉を通ることで、あなたの言葉に美しい波動が生まれます。喉を通って空気が出入りすることで、私たちは新鮮な空気を吸い込み、そして私たちの体に害をなす二酸化炭素を吐き出しています。喉にしっかりと感謝をしていきましょう。そして喉が温かくなっていくのを感じ取っていきます。光は徐々に大きくなり、あなたの肩、そして両手を包んでいきます。私たちの肩はいつも重い頭をしっかりと支えてくれています。私たちがストレスを感じるとき、一番最初に現れやすいのが肩の痛みです。たくさんのことを背負い込み、それを一手に引き受け支えてくれている肩、その方に感謝をしていきましょう。そしてあなたの両手、私たちはこの手を使い、日頃たくさんのことを成しています。あなたに手があるということ、これは神から与えられたものです。体の不調を感じるとき、手を当てて手当てをする、それだけでもかなり体が緩んでいきます。私たちの手のひらにはたくさんのチャクラが存在します。そのチャクラを通し癒しの力が発生していること、誰かあなたが愛する人を抱きしめるとき、
あなたの腕を通して、手を通して、その愛する方に愛が伝わっていきます。あなたの両手に感謝をしていきましょう。黄金色の光はさらに大きくなり、あなたの胸を包んでいきます。背中を包んでいきます。私たちの背中が硬くなるとき、呼吸が浅くなります。それは私たちが何か力む要素があるということです。体に力みを感じたとき、まず息を大きく吐いて、息を大きく吸い込んで、深呼吸をすることで背中を緩めてあげてください。そうすることで体の硬さが徐々に緩んでいきます。あなたの胸には心臓が存在します。この心臓を通し、私たちの体に血液がくまなく送られています。私たちの心臓は脳と同じく記憶媒体を持つものです。そして私たちが魂とつながる場所でもあります。私たちの心臓に感謝をし、今魂と深くつながっていきましょう。私たちの胸は温かくなることで、その方向が正しいことを教え、ぎゅっと嫌な感じがする感覚で、その方向が正しくないということを教えてくれています。それは私たちの魂の故郷からのメッセージです。敏感に感じ取っていってください。黄金の光をさらに大きくし、横隔膜全体、背中の少し下まで光が当たっていきます。私たちの肺、ここに空気が入り、そしてここから血液中に必要な酸素が送られていきます。酸素が体の隅々に行き渡ることで、私たちの細胞は活性化していきます。深く呼吸をし、必要な酸素を体の隅々まで届けていきましょう。あなたの体がみるみる力を取り戻していきます。私たちのために忙しく働いてくれる肺に感謝をしていきましょう。さらに光が大きくなり、あなたの胃を包んでいきます。胃は私たちの体の中で食べ物を食べた時に常に忙しく働き、そしてその食べ物が胃液と混ざることで
体のその下の機能へと、吸収されやすいものへと変わっていきます。日頃胃を休める時間をとっているでしょうか。私たちが暴飲暴食をしても文句を言わずに働き続けてくれる胃、その胃が少しでも休む時間をとってあげてください。食べ物を食べる必要があるとき、胃は私たちにメッセージをくれています。そのメッセージがないときに、無理やりに食べ物を食べる必要はありません。さらに光が大きくなっていきます。あなたの下腹、そして腰を黄金色の光が包み込んでいきます。ここには子宮、小腸、大腸、膵臓、胆の、肝臓、たくさんの臓器があります。私たちの体の中に子宮があることで、私たちは月の満ち欠けを深く感じることができます。女性が子供を産むという機能を持っていること、体の中にもう一つの命が誕生するということ、そしてそれをこの地球上に生み出すということ、それは女性のみが持っている能力です。それ以外の時でも、この子宮は私たちに何かを生み出す創造性を与えてくれています。生理を通し、私たちに宇宙とつながることを教えてくれています。地球に感謝をしていきましょう。私たちの小腸、大腸、ここは必要な栄養素を体の中に取り込んでくれる場所です。そして大腸を通って体の害となるものはすべて排泄されていきます。腸は下半身の脳と言われるような場所です。腸が健康であれば、私たちの思考は常に健康に保たれます。腸を健康に保っていくこと、そして腸とつながり、そのメッセージをしっかりと聞いていくこと、あなたの体にどういった栄養素が必要なのか、
腸としっかりとつながることで必要な栄養素が理解できます。日頃あなたの体が必要とするものを摂取できているでしょうか。あなたの腸に感謝をしていきます。そしてあなたの肝臓、膵臓、胆のう、この臓器にも感謝を向けていきます。体の中で有害なものを無毒へと変更し、害を排出してくれるもの、そして膀胱も同じです。私たちの体の中にあるものを、毒素を尿として排出してくれている。これらの臓器があるから私たちの体は健康でいられます。今あなたの体、上半身、お腹まで、そこをすべて黄金色の光が包んでいます。そして光はさらに大きくなり、あなたの両足を包んでいきます。あなたの両足があるからこそ、あなたは必要な時にどこかに移動することができます。両足の筋肉を使うからこそ、体に必要な血液が巡る勢いが足されていきます。あなたの両足に感謝をしてください。今黄金色の光はあなたの体を優しく包んでいます。体全体が温かくなっていくのを感じ取ってください。あなたの体に、日頃頑張ってくれている体に感謝をしていきます。体からのメッセージ、それは日頃から私たちに向けて発せられているものです。忙しい毎日の中で私たちはそれを聞き逃しがちになってしまいます。体としっかりとつながり、感謝をすることで、その声に耳を傾けてあげてください。ゆっくりと意識を呼吸へと戻していきます。用意ができたら両手をゆっくりとこすり合わせていきましょう。両手を両目の上にかぶせていきます。座っていても寝転んでいてもそのままで構いません。ゆっくりと鼻から息を吸って、
吐き出しながら両目を開けます。もう一度ゆっくり鼻から息を吸って、吐き出しながら両手を解放。本日もありがとうございました。あなたに幸せが降り注ぎますように。あなたの毎日が楽しく幸福に満ちたものでありますように。ナマステ。